はい、おはようございます。ですね、これはマルカンの仕事をしている人、特に100回聞いてほしい話なんですけど、お店のつや子っていう話します。でこれはどういうことですかって、今つや子の法則ってみんな聞いてますよね。運勢を良くするためにつや出して愛のある言葉喋ってって、それと、叱りもつけてねっていうことを言ってるんだけど、商売の基本なんですけど、実はお店がくすぶってしまうことがあるんです。でお店って古くなったらよく、もう汚いから、内装しなきゃダメだとかって、そういうことじゃないんです。今いろんな洗剤ありますからね、オレンジから取ったとかいろんな洗剤なんかテレビでも宣伝してると思うんだけど、そういうの拭いて壁磨いたりするとね、壁がピカピカになるんです。で古ければ古いでそれなりの艶と光が出るんですよ。でいちいちそのたび直してたらお金かかってしょうがないからね、洗剤つけて、それから窓ガラスとかね磨いて、でみんな気がつかないだろうけど、張り紙ってしてあるんだけど、それが古くなるともうゴミつけてんのと同じで、張り紙の用を足してないんだよね。よく商売の基本はおトイレきれいにすることだって、これはもう江戸時代から言われてるんだけど、そうするとおトイレきれいにすれば金運が良くなるんだっていう人がいるんだけど、一番汚いところを一番きれいにしなさいよっていうことで、トイレをきれいにしてても周りがくすんでちゃダメなんだよね。で気をつけてもらいたいのは、お店というのはお店にいる人は慣れちゃってるんです。だからくすんでてもわからないんだよね。だから本当に何千かの洗剤買ってね、壁ピッ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 拭いてこう拭いたりとか、窓ガラス拭いたりとか、それからこのチラシって本当にいるんだろうか、本当にいるんだったら黄ばみかかってるものを外して白い綺麗な紙で貼ったりね、そういうことって基本なんです。だからその基本ができてて、これがお店で艶出すっていう、言葉っていうのは中にいる人じゃないね、お店にいる人ね。だからそれが勤め人の人ならね、艶出してさ愛のある言葉喋ってそれでいいのか分かんないけど、仕事をしてる人はお店というものの艶を出さなきゃいけないんだ。だから艶の出るような洗剤っていっぱいあるしね、一番いけないのはね、ほこりがついてる、くすんでる、それでお客さんに来てもらうっていうのはもう基本的にそれ無理なの、ね、だからちゃんとお店のくすみを取ってほこりを取って、それでここにさあ長くいてください。仕事ってお客さんがね、滞在時間が長いお店ほど好かれてるから、ちゃんと滞在時間の長いお店ほど売り上げ上がるんだよね。でもこうなんかすすけてて汚らしい感じのするところに長くいられない、それからいいお客さん、それからどんどんお金使うような人とかお金持ちの人ほど絶対にいないんだよ。だから掃除をするということはもう基本なの、ね、で時々こうやって見渡して、ああくすんでるなと思ったらそこを磨かないとダメな。それからやっぱり明るい服着るんだよっていうのと同じように、電気とか蛍光灯がね暗くなっちゃってるところあるけど、それでお客さんに来てもう絶対ね、これね商売の基本なの。なかなかね、私も全国のお店見て歩けないんだよね、直営店じゃないからね。だけどこれだけは基本だから
で、このことをやらないで商売がうまくいくとかいかないとか、お客さん来てくれるとか来てくれないっていうより、もうそれね、なんていうの、スタートラインみたいもんなの。だからこれだけは絶対やってね。で、ちゃんとお店壁でも綺麗にしてね、窓ガラスも拭いて、床もあんまり汚いようだったらワックスとか洗剤とかあるから、でね、お金をかけすぎちゃうのもダメだけど、よく面白いのはね、お店が暇な人ほど汚いお店の中にいるの。だってお店、お客さんが2人か3人しか来ないんですって言ってんだとしたら、その間ずっと腰掛けてるより壁掃除したりとか窓掃除した方がいいんだよね。で、忙しくしてればお客さんって来るの。だからお客が来ないから暇なんだって、それ違うよって。このお店に来たくなるようにしたら、するにはどうしたらいいかって言ったら、洗剤買ってきて床磨いたりとかね、窓ガラス磨いたり、貼ってる紙変えたり、やることってものすごくあるの。ね、暇なお店行ってごらん。中華屋さんだろうが、定食屋さんだろうが、必ずね、どっかにホコリが溜まってるとかね、もうトイレなんか取っ手が錆びちゃってるとか、それでそこの奥さんでも何にも掃除も何にもしないでじーっとしてたりね、うち暇なのよとか、それじゃあ暇だよって。だからこれだけは基本だから飽きないのね。よく伸びてるチェーン店でも何でも、ホコリだらけのとことかないんだよ。ホコリがいっぱいついちゃってるようなとこってないのね、床がね、くすんじゃってて、壁がくすんじゃってて、って、そういうとこってないんだよ。だからチェーン店に入ると何されるかっていうと、徹底的にそういうことを教えられるの。極端に言うと、電気は、の玉は何日に一回変えなきゃいけないとか、決まりがあるの。でね、掃除さえすればね、ツヤって出るからね、今いろんないい洗剤なんか売ってるでしょ、テレビ見てても。で、ああいうの使って掃除しな、ね、暇なんですっつってぼーっとしてちゃダメだよ。ね、みんなやらない理由を暇だからっていうので、暇だったらこういうことやりなっつうと、いや忙しくて忙しくてっていうの、急にね、嘘ばっかりついてんのよしな、そのいや俺に何歩嘘ついてもいいよ、でも暇だったら綺麗にすることってできるじゃないね。で、報告書とか、だってどうやってやってるか心配だから報告書出しなって言うと、もう忙しくて忙しくて、そんなに飽きんどが忙しかったら、すごい売り上げだよ。本当なんだよ。飽きんどってね、そんなこともできないほど忙しいんです。ね、よく、この本読みなって言うと、もう忙しくて私読めないんです。本読む暇もないほど忙しかったら、莫大なお金持ちだよ。ね。まあ、一番最初のね、掃除だけしよう。で、それから基本的に本読んだりとか言葉勉強したりだからね。いくら言葉勉強してもない人、お店の中くすんでたらダメだよ。古くなっててもいいから磨くと、洗剤で磨くとツヤが出るからね、それやろう。じゃないとこれから厳しい世の中へ来て潰れちゃうよ。それとせっかく来てくれたお客さんを迎えるね、お客さん、お店ってなんぼでもあるんだよ。その中からあなたのとこ選んでくれたり、丸カンのことを選んでくれた人に対して失礼だからね、飽きんどとしてこれだけはやろうね。なんか、聞きづらいかもわかんないけど、本当に100回聞くような気持ちになってください。もうみんなうちの人たち勉強熱心なの知ってるのね、でもここのとこを全国でちょこっとこう歩かしてもらうと、うまくいってないとこは必ず掃除ができてないの。本当に掃除しだすとね、本当にお客さんって来るようになってくれるの。不思議なんだけどね、これが一番宣伝も何にもかからないこと。床だけ履くんじゃないよ。壁にこう洗剤つけてね、拭いて、
それから古い紙剥がすんだよ。ね。この紙本当に必要なのか。黄ばんだ紙貼ってちゃダメだよ。あれは本当にお客さんに失礼だからね。そういうつもりでね、仕事してください。よろしくお願いします。